トカ,式カツオの「トカチャンネル」歴代チャンピオンの「ここがすごい、えー」今回は一緒にね YouTube の番組をあ私と竹原君と畠山君でやってますが、えー、今回は畠山貴則くんね、えー、スーパーフェザー級とライト級の2階級を世界制覇しました,、えー、たけ畠山貴則くんね、えー、やりましょう。えーまあ、畠山君は、ね、もうとにかく えー、スピードありパワーあり、えー、なんていうのかな、まあ、テクニックもあってね、えー、イケイケどんどんあこれがすごいなんか歯切れがよくてね、えー、スパ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 っとこう行く、えー、とこがまた人気があったんでしょうね、えー、まあもう上がってくる時からもう堂々とね「俺は勝つぞ」みたいなちょっと不良の不良少年の あ後ろ姿もありながらもう堂々とこうよしもう俺は世界一直線っていう感じでね、えー、22連勝ぐらいしたのかなもうその頃はもうあこれは絶対世界取るなってもう分かりましたもんね、えー、それぐらい勢いありました、えー、とにかくワンツーが速くてね、えー、でショートのこのフックも速いこのアッパーも速くて切れ味があってとにかくパンチはありましたね。 えー、それでこうなんていうのかな思いっきりがいいんで、えー、一瞬の隙をバンバーンとこうついていけるんですよね。うんまあ、あれは才能ですよね、えー。スピードとこの勢いと一瞬思ったことをすぐ出せるちょっと考える、ねえー、人もいますけどもあこれ打ったらこうかなだこれじゃあやっぱり前には進みません。ね、彼みたいにこう「よしけるバン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 よしけるバンバン!」っていう。 アッパーも上手いしね。このショートフックをね打ってこう倒すってなかなかストレートパンチャーはね大体ストレートパンチャーってまっすぐパンチャー多いんですけどこのショートのフックからショートのアッパーからね、えー、見事でしたね、うん、このボディーで倒すのもうまかったしね何人もこのボディーで沈んでますよね、えーまあ、坂本ね、えー、君とやった時にはもう見事な パンチ右ストレートワンツーかなパパン,パーン決まりましたよねあの打たれ強い坂本君がバターンともね倒れましたからねお見事でしたまずあのー、畠山君はねいきなりあの横浜光ジムに入ったわけじゃないんですね一番最初はただヨネクラボクシングジムのやり方が、えー、例えば2時間制とかねこう同時にその2時間のうちに いたくさん集めて合同練習すするんですねその中ではやはりあの優秀な選手例えばアマチュアやってたとかどっかのジムでやってたとかキャリアがあったりとか,だからその優秀な選手をその時の才能が出てる選手をピックアップしてこう中心に教えたっていうねでそこでは畠山君は自分は埋もれてしまうと思って、えー、米倉のジムさんを出て。 横浜ヒカルジムに入ったんですねそして龍さんというトレーナーが見てくれたんですけども1ヶ月ぐらいしてるんですよたった1ヶ月ですよたたった1ヶ月ぐらいの時に龍さんがトレーナーが「おいお前俺と組んで世界取ろう」っていうことを言ったんですね。ということは練習生にそんなことは簡単にあんまり言いませんよね、まあ、簡単にというかその世界までの話はでも龍さんはもう読んでたんですね。 こうういの男は絶対世界行くだから俺とやろうっていうこんな気持ちだったんでしょうね。ああこれはやっぱりトレーナーもう、まあ、んていうのかな本当に宝物が来たとそう感じたんでしょうね。うん、そりゃうれは嬉しかったと思いますよ。そして2人でガン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 やってねほんと彗星のごとくバッと上がってきましたからね世界までね。えーもうこの なんていうのかし,ゃしゃべりにもねこうなんていうのか綺麗イがこうバシバシとあってね、えー、今だかって綺麗ありますからね <laughs> あの番組でもねばんばん酒飲みながらしゃべってるトークがありますけどビシバシね、えー、もう先輩の竹原君にも先輩の私にもねズバズバ来ますからね。まああでも山君はね、あのー 最初は見かけはとっつきにくいタイプだけど仲良くなるとすごいあの面白いやつでねあのすごい仲良くなれるんですよだからあの3人でやってる番組は本当にもう心からこうみんな喋りながらねえ気兼ねなしにえ3人同級生みたいな感じで喋ってますけどもまあ本当に楽しいですね。ままあああのの番組でもも話してますけどもとにかくあの 男っぷりのいい気持ちいいねスポーツマンらしい格闘技者らしいこの彗星のことが上がってきたシャキ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 と攻め方もいいパンチもある面白いボクシングもする、まあ、歯切れのあるトークもする、まあ、そんなんで、まあ、顔もねかっこいいしねそういう意味では女性にすっごく人気がありましたね。 半端じゃない人気でした、ねえー、まあ本人もそういう番組で言っておりましたけどねモテましたね僕はモテましたって言ってますからねそれぐらいまああの顔で人気ある選手ももちろんいますけどもボクシングのね鋭さ、えー、ダイナミックさが彼は売りだったんでね女性には本当に人気ありました。まあ、そういういい意味では相当稼いだ これも稼いだでしょうけどねよくあの「税務署聞いてない」とか言ってるけど言ってるぐらいだから <laughs> よくいあでもあの、えー、なんていうんですか坂本君とやった時の試合はいまだかってね語り継がれてますからまあ日本人同士でやった世界戦って、まあ、いくつかあります、まあ、私も2度目の防衛戦はね稲見さんというあの沖縄つながりでねやってますけども。 まあ、そういういではあのー、何人かやってますけどもその中でも、まあ、特に若い人たちにはねこのあ畠,山畠山坂本戦っていうのはもう本当に印象に残ってるんですね、えー。番組その3人でやってる竹原君と畠山君と私と3人でやってる番組にももう本当にあの試合がボクシングの、あのー、ボクシングには入り込む。 きっかけだったとかまああれを見て人生変わったとかあれを見て勇気をもらったっていう人はたくさんいますねまあもちろん畠山くんもあの良かったけどあれは坂本くんがまたね、えー、頑張って勢いよくこう上がってきたもん同士っていうので面白かったんですよね、うん、まあそういう意味では坂本くんも、えー、引退後ねジムを持ってそしてそしてあの少年院だとかね施設とかもあってね 福祉をやってますよ偉いですね彼もね立派ですあの試合はだから二人が本当に輝いてた二人だったから良かったんですねうん、えー。本当に坂本君も今でも私も付き合いありますけども本当に高青年でね、えー、恵まれないまあ青年のために、えー、一生懸命やってますね素晴らしいですまあ畠山君は畠山君でねあの選手若手育成にね、えー、後輩育成にこう頑張ってますけども まああとは竹山あの畠山君はいろんなね結構、まあ、不良で、まあ、まあおそらく学校でも番長やってたぐらいだから番長やってたと思うんですけども、まあ、とにかく自分でこうの、ね、自分の道を決めてさささとこう、あのー、見極めてねその道を歩くタイプなんですよ。でまあ、引退してから事、ま、務、あ、もやってますけども事業家としてね、えー、ラーメン店マッサージ店 あとなんか何店舗かやってたと思いますよ。そういう意味ではね、あの事業家の、えー、講習会とかあるじゃないですか、勉強会。これによく行くんですよ。彼は偉いですよね。あの有名な成功した人たちの勉強会に行って、事業家としてね勉強するんですよ。だからあの経営者としても立派ですよね。いろんなことを分かる。もう私らはも本当に職人さんで。 リングの上ででで戦ってきただけであの事業性がねないんですよね私ね全然儲からないですけどねあの彼はねそういう意味ではあの竹原畠山事務のマネージャーとして動いてるんですけども竹原君会長においてマネージャーとして動いてますけどもその手腕はやっぱり素晴らしいと思いますよ。まあ2人の世界チャンピオンだからね後編者もねいっぱいこうまあ人気チャンピオンだし集まってきますけど。 実刑、えー、の方ではあやっぱりマネーージャーとししてていいるる山君がうまく動かかんじゃないですかあとなんかちょっとあの本人も言ってましたけど竹原君のも言ってましたけどあのビビリなとこあるって言って自分は試合では全然ビビリだったんじゃないだろうけども選手が試合する時には「お前まだ無理だよ」とか「えー、お前まだ勝てないからやめとけ」とかなんかそういうビビリな。 ビビるとというか神経質なところがあるんです、ね、まあ僕らだったら「お前何言ってんだお前チャンスタイよやれ」とか言ってね言ったりあの自分らも試合決まった時は「よしもう決まったんだからやるしかないんだ」まあどんな逆に格上だと嬉しいっていうのはありましたからねだって負けてもともと勝,っちゃ勝てば上にいけるんだからって「よっしゃ!」って思いっきりいけるじゃないですか。でも畑山君はマネーージャーとしてだから まあもちろんお金の面もあるでしょお前勝てないのにこんな金かけてどうすんだっていうところもあるんでしょうけども、えー、まあ選手の実力わかるじゃないですか世界チャンピオンになればこの選手はどこまでいけるとかこの選手はあの選手に勝てるって大体予想つきますからだからじゃあそろそろね竹原君はやっぱ会長だから選手に夢を見さそうと思って「どうだやるか?」みたいな感じだけど畠山君は「 待てよこの選手とこの選手ああお前無理だろってう読めちゃうから、えー、お前無理だろって言ってやめとけってやめちゃうんですね。まあそれで本人がどうしてもやりたいって言ったらやらすんでしょうけども事務、まあ、側も選手のために無駄なことはするなとか、まあ、経費もありますからね <laughs> そういう意味だと思いますねビビリっていう意味では。 神経質はでも神経質は必要だと思いますよスーパージャンピオンになる人は大体神経質ですからものすごい神経質何がいい神経質がいいっていうのは要するに全部全てをきちっとしようとするから神経質だから減量もしっかりやろう、ねえー、緻密な計算で一日例えば一挙に落とすんじゃなしに一日2 0 0ムね二2 0 0ムですよ一日たったの。 でも毎日これ1ヶ月繰り返したら食べながら6キロ落とせるんですよ。ねえ1 2 k 落とすって大変じゃないですかでも2ヶ月かければ1 2キロ食べながら落とせるんですよ。これぐらい緻密に計算したねあの本当に細かい計算が大事。あとは日毎日の練習もそうですよね。今日は1週間のうちのこれだけのメニュー今日は疲れたから今日は休め今日はもう30分にしとこう。 に、二時間、例えば一時間とか二時間走るとか、三十分にしとこうとか。でも、神経質な人は、きち、きち、きちってやるんですよ。だから、藤健さんは、本当神経質ですから、そういう面ではね、メニューを。もう、これって決めたら、それをきちってやるんですよ。節制って決めたら、節制をきちってやるんですよ。だから、太らないようにして。きたから、同じ階級で十三回。できたんですね。 体外の選手はやっぱり筋肉つけたりこう食べたり飲んだりってするんでやっぱりリバウンドしてくるんですよね5キロ減量したら6キロになり6キロ減量したら7キロになりって,太る体質を作ってしまうんですよねえそういう意味ではあいいんじゃないですかマネージャーとしては神経質の方がねえどんどんやられってどんどん負けちゃったらこれ赤字食っちゃうしね <laughs> 逆にボクシングの,あの竹原畑山チームのイメージも悪くなるしまあそういう意味ではマネージャーとしては あとはそうですね、えーまあ、これからねあの3人でこのガチンコをやろうなんて言ってますからね YouTube 版ガチンコ、えー、今度はキャラクターじゃなしに才能で撮ろうというね、えー、ボクシング経験者でね俺は世界目指したいんだとか、えー、俺は腕自慢番長だったからあのボクシングに自信あるとか、まあ、そういう人はどんどんね応募してほしいですね。 えー、応募の仕方はこれからまたちょっとみんなで相談してから決めますんでその時はちゃんとこう発表しますから、ね、どんどんその時は応募してくださいもちろん選抜ですけど優秀なこの履歴書だとかねそういうのを見て経験者を見て今度は取りたいということなんで確実に日本チャンピオン東洋チャンピオン世界チャンピオンを作りたいっていう3人の意向ですから、えー、どんどん応募してくださいまあ竹原あ畠山君 竹原畠山事務をこれから大きくしていく縁の下の,縁の,下の力持ちです、ね。頑張ってくださいね。